どうもゆっくり霊夢です。どうもゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ、最近子供が犠牲になるような事件や事故が多くない？ああ、最近特に印象に残っているのは、幼稚園のバスと事故目事故だな。あの会見、ひどかったわよね。子供一人が亡くなっているというのに、幼稚園側の態度に誠実さが全くなくて SNS で炎上してたわよ。あれはひどすぎて見ていられなかったな。それに、過去にも幼稚園バスの閉じ込めで、子供が死亡した事件が起こっているんだから、いい加減教訓を得てほしいところだぜ。え、過去にもそんな事故があったの？ああ、ということで、今回は、福岡園児バス閉じ込め事件、について紹介するぜ。それでは、ゆっくりしていってね。じゃあまずは事件概要から詳しく解説していくぜ。事故があったのは2021年の7月29日。場所は福岡県中間市の私立双葉保育園だ。双葉保育園の周りは住宅街で、中間市は、人口に比べて保育園の数が少ない地域だぜ。そして双葉保育園は最大140人の児童が入園できる、いわゆる、マンモス園、だったんだ。比較的児童の多い保育園で事件は起きたのね。ああ、で、今回の事件の犠牲となってしまったのは、当時5歳だった倉掛斗真くん。事件当日の2021年7月29日の朝に、斗真くんはいつも通り送迎バスに乗って、保育園に向かう姿が確認されている。姿が確認されていると言っても、おはようございます、よろしくお願いします。こう言って挨拶して、バスに乗った姿がしっかり目撃されているぜ。送迎バスを運転していた園長も、このことはしっかりと認識しているな。じゃあ確実にバスには乗ったのね。ああ、その後、斗真くんの母親が帰りのバスに迎えに行ったそうだが、その送迎バスに斗真くんの姿はなかった。送迎バスで保育園に向かっているのなら、帰りのバスに斗真くんがいるのが当然よね。どうして斗真くんの姿はなかったのよ？もちろん、自分の息子の姿が見当たらない母親は不審に思い、うちの斗真は？と職員に尋ねたぜ。すると職員は、斗真くん来ていませんよ。と返したんだ。来ていませんよ。っておかしいわよ。確かに送迎バスで保育園に向かっている姿が、確認されているのよね。ああ、そう聞いた母親は、初めて、斗真くんが行方不明になっていることに気づいたんだ。そして母親と保育園の関係者による捜索が始まったんだぜ。早く見つけないと危ないわよ。そして当日の午後5時15分頃のこと、ついに斗真くんの姿が発見された。斗真くんはどこにいたの？保育園の駐車場に停めてあった、保育園行きのバス車内だ。どうしてそんなことが起こるのよ。というか、送迎バスと帰りのバスは一緒じゃなかったの？双葉保育園は行きと帰りで別々のバスを使っていたんだ。もし一緒のバスだったら、こんなことになっていなかったかもしれないな。で、発見された状況はどうだったの？発見された時の斗真くんは、かなり意識が朦朧としていた。そのまますぐに病院に搬送されたんだが、間もなく息を引き取ってしまったんだぜ。もしかして、原因は熱中症？その通り。司法解剖の結果、斗真くんは熱中症で脱水症状を起こしたことが原因だった。当時、変わり果てた息子を見た母親はこう語ったぜ。本当は預けたくなかったが、仕事があって仕方なかった。預けてしまった私のせいだ。とな。送迎バスなんかは、こういった仕事で時間がない方のためにあるものでしょ？だからこそ一番安全で、なおかつ集団で行き帰りできる送迎バスを選んでいるのに、悪くもないのに自分を責めてしまっているお母さんの言葉が辛いわ。本当にそうだよな。当時、斗真くんが、送迎バスに乗った時はバスの後方に乗っていた。でも発見された時の斗真くんは、バスの前方に座った状態だったんだ。もしかしたらバスの前方に行って、助けを求めていたのかもしれないわね。原因は熱中症による脱水症状だと言っていたけど、結果的に斗真くんはどれくらいの間、バスに閉じ込められていたの？バスに乗り込んだのが午前8時半頃で、発見時が午後1時頃。だからだいたい4時間半もの間、バスに閉じ込められていたことになるな。真夏の時期に4時間半も車内に閉じ込められてしまうなんて、相当辛いと思うわ。でもどうしてこんな事態になってしまったのよ？斗真くんは、誤って真夏の車内に放置されてしまった疑いが強い。このことから警察は保育園の園長をはじめとする関係者に対して、業務上過失致死を視野に入れて捜査を進めたんだ。じゃあここからは、事件の捜査と供述について詳しく解説していくぜ。ここで霊夢に質問だけど、今回斗真くんがバスで放置されてしまったことについて、原因として考えられるのは何だと思う？そうねえ、一番の原因として考えられるのは、行き帰りのバスが違うってことじゃないかしら？その通り、双葉保育園は送迎バスが複数台あるということだな。
雪の送迎バスに乗っていたのは、バスを運転していた園長と園児が7人。園長以外の保育園はバスに乗っておらず、バスはそのまま保育園に到着しているぜ。そこからどのようにして園児をバスから降ろすの？到着した後は、別の職員が送迎バスを出迎え、園長と二人がかりで児童を降ろしたとされているぜ。でも、園長の話によれば、この時バスに乗っていた別の女子児童が泣き出したそうだ。園長は、送迎バスに鍵をかけた、と供述しているけど、一方で、泣いている子をなだめるのに気を取られていた、とも語っているぜ。児童をバスから降ろす時に女子児童が泣いてしまった。その子をなだめるのに意識がいってしまって、バスの中を確認せずにそのままバスに、鍵をかけてしまったという認識でいいのよね？ああ、その後、雪のバスが何らかの用事で使われることがなく、バスは保育園の近くにある駐車場に停車した状態になったんだ。そこから冬生くん発見まで、このバスには誰も触れなかったとされているぜ。まあ聞いた話だと、園長たちの確認不足って感じね。その後も警察の捜査で、保育園側の供述が明らかになってきたぜ。まず鍵をかけたことについてだけど、保育園の園長はこう供述している。園児たちを朝降ろした際に鍵をかけた。冬生くんがバスに乗った認識はあった。その後降りたものだと思っていたが、確認したわけではない。とな。確認さえしていればって思ってしまうわね。それに対しては、職員に降車後の忘れ物確認を指示していたが、手順が守られなかったため冬生くんに気づけなかった。病院への搬送時には、冬生くんが寝ていたから気づかなかった。ごめんね。とも語っている。謝られたとしても、冬生くんのお母さんからしたら、大切な息子が戻ってくるわけでもないし、到底怒りが収まることはないと思うわ。そこから警察は園長だけでなく、保育園の関係者側に対しても事情聴取が行われた。そこで、双葉保育園の担任はこう供述しているぜ。保育園の担任は冬生くんがいないことに気づいていた。双葉保育園のルールとして、児童の欠席時、保護者からは園長に連絡することになっていた。保育園の担任は保護者から園長へ連絡があったものだと思い込み、園長へ直接確認はしなかった、とのことだ。担任からすると、そもそも冬生くんがバスから降りてこなかったから、その日は冬生くんが欠席していたと思い込んでいたってことね。なんか話を聞いていると、どんどん双葉保育園の良くない部分があらわになってきた気がするわ。そうだな。そして事件の2日後には、双葉保育園で保護者会が行われた。そこで園長自ら、事故の起きた経緯やバス車内の状況などの、情報が明かされたんだぜ。園長は何と言ったの？園長の説明はこうだったぜ。普段は後部座席まで行って忘れ物がないかなどの確認をする。この日は泣いている子がいたり、一歳児を降ろしたりなどが重なり、確認を徹底できなかった。園児が連絡なしに休んでいる場合も確認することになっているが、この日は園内でコミュニケーションが取れず気づかなかった、と説明した。児童を相手しているんだから、トラブルはつきものだろって声も出てきそうだわ。そして代理人弁護士からは、園では勤務時間を減らして人件費を削減するため、朝の迎えのバスは園長が一人で乗り込み、2コースを運転していた、との説明があったぜ。うん？なんだか、そもそもこの保育園自体の運営体制が問題なのでは？という声も出てきそうな気がするわね。あとは園長に対しても、批判的な声が出てきたんじゃないかしら？じゃあここからは双葉保育園の運営体制や口コミ、園長について詳しく解説していくぜ。まずは双葉保育園の運営体制についてだが、保育園の設立は1977年、保育園のホームページからは、双葉保育園を運営しているのが、社会福祉法人、新生会、であることが判明したぜ。新生会、双葉保育園の当時の園長は浦上陽子、園長の顔写真などは事件後すぐにネットで特定され、批判的な声で溢れたんだ。そして、新生会、だけど、理事長は浦上康子氏、同じ名字であることから、双葉保育園は親族経営だったことがわかるよな。あとは双葉保育園口コミね。こういった事件は、明らかに不注意と確認不足から起きているものだわ。児童が命を落としてしまったから明るみになったわけで。他にもなんかあるんじゃないか？という声も上がった気がするわね。それについてなんだけど、事件以降、双葉保育園の運営体制に対する批判的なコメントが多数寄せられたぜ。どんどん悪い部分が明るみになってきたのね。ああ、まずこんなコメントが寄せられたぜ。親戚がここを数日で辞めました。理由はエビデンスがないので詳しく言えませんが、家族にこのニュースを伝えると、怒るべくして怒ったとのこと。ちなみにうちの親族はかなり近くに住んでいますが、ここには入園させませんでした。というコメントだな。怒るべくして怒った、ねえ。他にも、二
双葉保育園、私も卒園生で私の子供たちも、少し行ってたんだけど私は閉じ込められたり叩かれたことあって、子供たちもおもらしして叩かれたり怒鳴られたり、17時まで仕事してたのに、この子うるさいから16時までに迎えに、来てくれないと困る、って言われて、急遽15時半退社にしてもらったな。ちなみに迎えに来てくれないと困るって言ったのは元園長、とのことだ。ここでの元園長っていうのは、浦上陽子の母のことだな。これが事実なら、児童に対して手を挙げていた可能性もあるってことね。にしても、こういった事件が起きると、その実態が明らかになるのはほんの一瞬なのね。そうだな。そして極めつけはこのコメントだ。皆が園庭で遊んでいる時に、高熱の私を一人で倉庫に閉じ込めマーチングの練習を長時間。2歳児を真冬に裸足で外に出して正座させた。泣き止むまでさせられた。あと2班の先生は退職。というコメントだな。もしこれが事実なのであれば、今回の事件は必然だったのでは？という声も出てくると思うわね。やっぱりまだ幼い子供を相手にした仕事なら、何かの手違いや不注意で、ミスをしてしまうっていうのはあってはならないことよ。こういった仕事だからこそ、批判的な声が多く寄せられると思うわ。確かにそういった声が寄せられるのは当然だな。今までの解説を踏まえて、ここからは今回の事件の不審点について詳しく解説していくぜ。まず、一番の不審点としては、事件後の園長のコメント、についてだ。あるコメントでは、子供がそんな簡単に保育園バスで朝から寝るのか？という声が寄せられていたぜ。寝ていた、という供述も実際は園長の言葉だし、東馬くんがいつどこで発見されたのかも証拠ではなく、証言だけなのが不審な点なんだ。それに、病院に運ばれたなら、まずは保護者に連絡するのが第一じゃないかしら？東馬くんの母親は帰りのバスを迎えに行った時に、東馬くんがいないことに気づいて不審に思った。そして保育園に行き、そこから病院に向かった。明らかにタイムラグが生じているわよ。確かにそうだな。しかも今回の事件は偶然に偶然が重ならないと、園長の供述と辻褄が合わない。というのも、保育園は、この子が当日欠席だと思い込んでいた、という部分。それから、東馬くんはバスの後部座席に座ったため、他の園児も気づかなかった。これに関しても疑問が残るよな。また同じような事件が、繰り返されてしまう可能性だってあるもの。どれが真実でどれが嘘なのか、はっきりさせたいわね。それを一番願っているのは、東馬くんのお母さんでしょうね。最後に今回の事件について、東馬くんのお母さんのコメントを一部割愛して紹介するぜ。東馬は本当に心優しく、お花が大好きな子でした。私によく、道端に咲いているお花を摘んできて、ママ大好きと言ってお花をくれました。僕がママを守ってあげるからねと言ってくれることもありました。なぜ東馬があんなに苦しい思いをして、たった5年で命を絶たれないといけないのでしょうか。叶わぬこととはいえ、今はただ、東馬に戻ってきてほしい。東馬にもう一度会いたいという気持ちでいっぱいです。こうコメントしている。胸が苦しいわ。でも一番辛いのはお母さんよね。それに一人、バスに閉じ込められてしまった。東馬くんがどれだけ熱くて苦しくて、怖かったか。こんな悲劇が二度と繰り返されてはいけないわ。幼稚園側のずさんな管理で、子供の命が失われるなんてあってはならないことだわ。それに、ことが起きた後の幼稚園側の対応も、いまいち納得いかないんだけど。そうだな、幼稚園や保育園の仕事が本当に大変なのはわかるが、だからといって子供を殺してしまうようなことが、起きるのは絶対にいけないことだ。最近もこんな事故が起こってしまったし、これからも起こるかもしれないと思うと怖いわね。幼稚園側は運営の体制を徹底的に強化し、子供の安全確保に全力で取り組んでほしいぜ。というわけで、福岡園児バス閉じ込め事件について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。